それではご分を。勝者はナルカミ先輩。さすがのぶっちぎり。クマよ、その動的なやつ。普段透かした薄っぺらの仲間たちが本性さらしてボッコボコに殴り合う。これぞ P1 グランプリの醍醐味クマ。あんた、どこまで人をバカにしとるん？なんでこんなことするんよ。この人らは友達なんや。友達同士で戦わせて何がおもろいの？いいんだ、ありがとう。言い訳あらへんやない、こんなん。残念だが、お前の思い通りにはならない。これくらいで俺たちがバラバラになるとでも思ったか。互いのことを憎み合うとでも思ったのか。残念だが、それがすでにお前の誤算だ。俺は仲間たちを信じる。決してお前に惑わされたりはしない。なんちゅうバカクマ。先生のくせに脳がお花畑クマね。忠告しておくぞ、お前が本当にクマだ。どんなことをしてでも俺たちが必ず元に戻してやる。命を懸けてでもだ。だがもしお前がクマの姿を借りた偽物なら、俺と仲間を踏みにじったことの報いは必ず受けてもらう。覚悟しておけ。あの子目覚ましはったけど。天城無事か？悪かった、手加減できなくて。ううん、いいの。少し様子はおかしかったけど、あなたが何か解決しようとしてるのは目で分かったから。ごめんね、痛くなかった？いや、痛かったよ。天城とは二度と戦いたくないな。
アマギ、俺がアマギのことを悪く言っているように聞こえたんじゃないか。そうだけど。内容は話さなくていい。俺の推測が正しかったことを確認しただけだ。どうやら敵は俺たちの感覚を惑わせる力を持っているようだ。俺の最初の対戦相手は陽介だった。あいつも同じようなことを言っていた。花村君にも何か言われたの？なんて？俺には内容を話させるのか？あんたら一体何者なん？あ、そっか、ペルソナとか使っちゃったから。そうだ、話しておいた方がいいかもしれない。というわけだ。テレビの世界がどうのってそういう意味やったんね。だからこの学校は君の心の中にある風景が現実になった場所の可能性がある。うちがこの学校を？信じられへん。それはそうだよね。でもなんでだろう。いつもなら被害者のシャドウが出て。この大会を主催している君、あれだ、実はこの子のシャドウなんじゃないか。先ほどあのクマはほんのわずかだが俺の偽物という言葉に動揺した。あのクマが偽物だとすればクマ以外の誰かがクマの姿に化けていることになる。場所が会長さんの心を映した場所なら、そこにいるのは会長さんのシャドウのはずだから。
ち放送室に行ってくる。クマ相当言うのがこの騒ぎの原因やな。それがうちから出たもんやって言うならうちが責任取らんと生徒会長として放っておけん。待つんだ。自分から出ていくなんて無謀すぎる。シャドウは俺たちで何とかする。君は元の世界へ帰れよ。んなら出口はどこやの。そこまでどうやって行くん。それはそない言うけど放送室にはあんたのいとこもいてあんたは助けに行きはるんやろ。そらあんたらよりは弱いかもやけどこう見えて喧嘩には自信があるよ。うち一人で行くより二人の方がマシやと思わへん。ダメだ。分かっているのかこの世界。危険やってのは分かっとるよ。せやけどうちにしかできんこともあるはずや。第一人に迷惑かけて友達同士やのに戦わせて自分が先に逃げるってそんなありえへん。先行くで。言い合いしとる時間も欲しいんとちゃうの。お願い言ってあげて。信じてるから。慌ただしいわね。でもこの場所では時間なんて無意味なものだわ。
勝利、そして真実のかけらを手にしたようね。偽りの庭にいながらも、あなたは確実に前へと進むしるべを手にしている。さすがだわ。じゃあやはりあの生徒会長ってこのシャドウがこの騒ぎ。さあ、私にはただあなたが真実の輝きに近づきつつあることがわかるだけ。でもそうね、これだけは言えるわ。その少女のシャドウが災いの元凶というなら、その子はきっと試練を受けるでしょう。でもそれはあなたの運命とは別のもの。あなたにはあなたの試練がある。それは心しておきなさい。俺の試練。救いや希望、皆さまざまなものをあなたに見出す、そして惹かれていく。未だに見守りたいと願っている今の私のように、運命が試練を与えなくたって、あなたはもう試される定めよね。